俳優の中山美穂さんが10月5日午後10時から放送される、お笑いコンビダウンタウンの人気トークバラエティ番組ダウンタウン DX に出演する。中山さんは同番組初出演。中山さんは浜田雅功さんと1990年代に放送された連続ドラマもしも願いが叶うならなどで共演。浜田さんのおかげですごくまとまりのある現場になったと振り返る。この日は人見知り芸能人 VS コミュ力高い芸能人 SP として放送。話すのが苦手という中山さんは、浜田さんと共演した当時を昔、私は撮影が一段落つくと楽屋に帰りたかったんですよ。けれど浜田さんと共演した時、楽屋に帰ろうとした私を浜田さんが掴んで、美穂、ここに座っておけと言って、スタジオ前の前室にずっと座らせたんですと解雇。そのおかげで出演者やスタッフの方とコミュニケーションが取れて、すごくまとまりのある現場になったんですと感謝する。浜田さんは主役のこの人がいないとやっぱりねと話す。また、中山さんをよく知る俳優の勝村政信さんから VTR でコメントが届く。